じゃあ取っとく。いやちょっとあんまみんなが取りすぎてるから。どう？だいぶ飛ぶな。大丈夫だけど。だいぶ飛びますねこれ。押さえてるのに。なんか枝幹にパリンって刺さって。ナイスショー。え？大丈夫じゃないですか。うん。焦った。あー楽しい。やばねえ、なになに形がやばい。もう一回お願いします。なに今の。ちょっと体重がさ、純ちゃん後ろにかかってるから。あ、本当？うん、ちょっと今日やばいね、ドライバーが、うん、なんだちょっと鼻近いのかな。うん、待ってる感じあったね。そうだね、なんかこうなってた、うん、はい、かっこいい。ありがとうございます。オッケー。さっきのドライバーより飛んでるじゃん。ドライバー多分ちょっと起き上がってた、普通に構えちゃうとこのロフト通り飛んでっちゃうので、うん、木の下を行かせたいので、クラブのロフトをちょっと立てます。こう、はい、その分スタンスをまっすぐな状態でちょっと右に、あ、左にずれます。右足の前ぐらいで構えてもらえると、はい、スライドするってことだ。そうです、こっちに、うん、なのでその分ロフトが立って低い球が出ます、うん、でその時に打って終わりでいいです。あ、止めるみたいな。はい、打って終わりでいいです。フォローを取っちゃうと球が上がりやすくなっちゃうので、うん、イメージとしては打って終わりぐらいでいいです。ダフってもいいくらい。はい、打って終わりです。もういいんじゃない。オッケーオッケー。こういう木の下を抜かしたいときはあまりフォローを取らない方が球が低く出てくれる。いいくらい。はい、強いかな。めっちゃ飛ぶ。なるね、あったかいと。あ、なるほどね、うん、あったかいと。なんか前ゴルフした時は寒かったんで、1ヶ月前はカチカチだったけど、しなる。なんかすごいな、今日は。まあ、ゴルフ以外、リサちゃんってなんか趣味とかあるんですか？うん、いい質問ですね。ねえ、趣味はね、何するの？趣味はないんです。ないすいません。洗車とかさ、なんかしてるじゃん、よく。洗車、車洗うのね、うん、車ね、洗うの嫌いじゃない。そうだよね、とかさ、うん、インスタグラマーばりの写真写真がうまいよね。あの、変にアングルこだわってるかも、撮り方、ね、うん、すごいね、リサちゃんのインスタグラム見てもらうと分かるんですけど、写真がね、うまいんだよね。なんかね、こう一回こうはめるじゃん、うん、そうするとこう、こうやるの、こうやりたくなっちゃう。そうなの。こっちかな、物にこだわってる感じ。いや、全然全然。そう、うん、ないって、ね、食べて寝ること。あ、寝ること食べて寝ること食べて寝るが最一番いい。なるほどね、うん、
以上、リサちゃんの趣味でした。ちゃんさ、うん、昔スポーツ他に何かやってた？ゴルフ以外で。ゴルフ以外ね、結構やってたよ。メインはね、うん、バレーボール。意外。ずっとバレーボール。部活とかで？そう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 。うん、一応中学校の全国とかそういうやつ。ガチなやつ。そう、本気のやつやってた。高校まで。あ、そうなんだ。そうそうそう。であと、バレーは？以外は？バレー以外は、まあ、陸上部じゃないけど、うん、その区の陸上大会とか出て、あ、結構派遣されて、スポーツマンなんだね。そう、派遣されて陸上大会出て、うん、まあ、一応ハードル優勝したりとか。え？意外すぎるんだけど。あと走り幅跳びとかも出てた。すごいじゃん。それは2位だったね、区で。すごいじゃん。そういうのとかもやってた。一応高校も、うん、あの都立高校の保健体育科って、うん、そんなのあるんだ。あってそこでやってたから柔道初段取ったりとか。え、マジで？そうなの。剣道も袴持ってるし、ちゃんと早滑りもできるんですよ。剣道やってる人分かると思うけど、早滑りできるし、ちゃんと足もこうやってできるし、あと何か、まあ何でも、意外、体操もやったし、そうそう、スポーツは本当ね、結構何でも、得意です。すごいね、いろいろこうやるんだね。そう、いろいろやる。なんかその中でも一番楽しかったのって、楽しかったのは、一番やったのはバレーボールだから、バレーボールかな。まあ球技が好きだね。そうだね、ほんと小学校からだね、バレーボールね。そうなんだ、はい。あら、わー、めっちゃ転がる。ナイス。怖かった、怖かった。ナイスバーディー。